よいしょ、ちょっと待って、よし、準備が間に合わない。おはようございます。15分します。焦っているので準備をします。もう汗やばいやばい。しかも眉毛がさ、私的にはすごい今日はうまくいかなくて、まあ、本当にどうしようって今なってるんだけど、うまくいかなくてっていうか、そのもうちょっとね、もうちょっとうまくいきたかったっていう。でもそんな時間もないっていうね、いちいちで消す。そう、もういっか、前髪で見えんし、失敗しとるわけではないし。もうええわってなってます、朝から。そう、もう見えないんですよ、私は。普通に私の眉毛は、私の前髪が割れない限り、私は今日前髪を割れずに写真を撮ってもらうことが目標なんで、ガチガチでいきます、前髪。でもさ、ヤンちゃんと同時に始まった？いや、本当に偶然だと思う。私も本当に15分してすぐ行かないと間に合わないレベルの人なので、今自分は家がちょっと遠いのでね。もういいや、眉毛。金子さんに今日は前髪を割れてない姿を撮ってもらいたいので、前髪ちゃん頑張ります。浴衣お似合いでした、ありがとう。金子さんじゃない、神子さん。配信見えなくなっちゃった？待って、前パレの時割れてたもんね。なんかすごい悲しそうに言うのやめて。そこまでは悲しくない。そこまでは悲しくない。割れてたな、やだなぐらい。だから今日は頑張ろう。今日はね、どうせ本当にもう汗でね、絶対汗かくから、もう前髪は逆に重めにしとく最初で、ああそれでも汗かいてきてもちょうどいいくらいの割れ度ぐらいの前髪を私は今日目指してます。お腹鳴った。もうね、でも遺伝的につむじの生え方が前髪割れる人なんでね。聞こえた？もうね、いや、めっちゃなんか今日カエルが鳴いてるみたいなお腹の音鳴る。あー、計算できるの。まあ、とにかくあれですね、前髪をちょっと重めにした方が、汗かくと、めっちゃ汗かかんメンバーでもないんですよ。なんかね、めっちゃかくってわけじゃないけど、中間ぐらいにいる、かかんメンバーとかくメンバーの間ぐらいにいるぐらいの。だから意外となんか最近汗かくようになったかも。より前はあんまかかんかったのに、今の方がかくかも。今もう半分よりかくメンバーになってるかもしれない。最近はね。そう、前全然かかなかったんだけど、最近だんだんなんか汗かくようになったんだよ。なんかね、代謝がね、そう良くなってるか、いいことなのかな。でもそれは多分いいことだけど、そんなに汗はかきたくないっていうね。みんなそうか。そう、浴衣の時はどうだろう、暑かったかな。でもなんか
あんま暑いって感じてなかったけど、最後中に建物の中に入っていった時にクーラーが効いてて、あ、暑かったんだと思った。今日ね、ブランド物の服を着ちゃダメって言われたからね、探してあったのがこの昇格の道だったんよ。だから私今日昇格の道ですもうね、ブランド物じゃない服ってなんだろうと思って、なんか全部さキャラクターが乗ってる T シャツとか、なんか普通にミルクヘッドとか X ガールとか乗ってる服ばっかりで困って、どれにしようって思った時に、私はもうこれを見つけて、今日はこちらで行ってきます。ちょっとカメラさんとかが入ると、カメラとかが入るとブランドも NG なんで、そうそうそう。でも本当にね、そう、まあいろいろあって、そういうのは、それでちょっと私は今日昇格の絵の道です。それでもしフォトブックに載ってるかわかんないけど、この場面が載ってたら私は昇格の道を着てるよ恥ずかしい一人なんか昇格しようとしてるんだけどそっぴん、うん、マイリー以外は何もしてないわ。マスクでしようと思ったけど、マスクが大きすぎて変だったから外した。そう、昇格したんだけど、もう一回しようとしてます。私は2回目昇格。でもこのさ、服かわいいじゃん、ピンクでさ、なんか貝殻の絵柄があってかわいいから。他にもね、4周年とかと迷ったんですけど、なんかこのピンクが着たくてこっちにしました。ピンではかわいすぎる、ありがとうにゃー。でも今日いい前髪具合の割れ具合だ。なんかその割れてない前髪は嫌いなんよ。割れてないっていうか、その適度な空間がある前髪が好きだから、今日の前髪は私的に良きかもしれない。わかんないけど耳見るの初ですか。でも別に言うて変わらんかもしれん私顔が濃すぎてメイクしてもあんま変わらないって言われるんですよ。そう、4周年も好きだけど、なんか4周年黒いから、そう、黒いから、私は白がちょっと今日着たかったんです。いちご氷食べるのいいな。私今日髪ずっと迷ってる、ずっと迷ってるけど、まあ着たくないかもしれない。今日ずっと迷ってる。5周年のあるんかな、ないちょっ髪はね、今整えてるけど、後でメイクさんがやってくれるね。そうな、前髪が決まればもう眉毛なんてどうでもいい眉毛なんてツインテールはしない、ツインテールは今日はしない。だって親に却下される、却下って言われるから、ツインテールは今日はしない。普段はするよ、今日はしない。なんかそう、なんかね、うん、却下されるんですよ。なんか却下ってか似合ってないとかじゃなくて、なんか似合ってるけど、なんかね、こっちの方がいいみたいな、よく言われる。それ聞いちゃうんだよねああ分かったって。でもなんか私ね、もうね、
巻き髪をしちゃうと絶対ねあれなんですよ、私は暑すぎて巻きが取れそうな予感しかしないんだよね。あれ逆になんかその巻きが取れてなかったらいいけど、取れてたら逆にボサボサに見えちゃうっていうか、だから今日は巻かない可能性が高いかもしれません。やっぱいつもより長いよね、多分長いのでね。ポニーテールはどうだろう、最近はあんま却下されなくなったけど、前はなんかよりなんかより貧相に見えるみたいに言われて、なんかだけど最近はあんま言われなくなったかも。身長がちっちゃいのでね、あんまりなんかそういうのを言われる。サイドポニー NO! サイドポニーしない。なんか普段はいいけど、なんか今日のなんか今日は大事な日とかは言われるよく。公演とかは全然言われないです、気分です私の。そうだやばい、私15分かっちりじゃないとめちゃくちゃちょっとやばくて、15分の12分ぐらいになったら教えてもらえるともうすごい喜ぶ。私遅れちゃう。おはようおはよう、あと3分ぐらい、ありがとう。全然大丈夫だね、もうちょっと。本日の前髪完成してきました。あでもリハとかそうまだ劣ると思うから崩れると思うけど、12分ですか、もう。危ない。くしゃみをしそうになるももでした。読んでいくよ。くしゃみは見せません、めったに。のぞむ参加をありがとう。なりに来ているって聞く人さん、こんばんありがとう。現場監督さん、スイカありがとう。キサシさんファイトありがとう。タさんトトイありがとう。マックンさんご主年おめありがとう。福ちゃんご主年おめありがとう。ヨシオンさん七夕の短冊ありがとう。ワタゴンさん短冊ありがとう。フミさん短冊ありがとう。ワタゴンさん短冊ありがとう。クマさんことゆきさんご主年おめありがとう。絆さんご周年おめありがとう。ケイスティンさんスイカありがとう。深緑さんかわいいありがとう。ビサムさんスイカありがとう。幻さん短冊ありがとう。エッツさんスイカありがとう。全丹さんご周年おめありがとう。トシさん結婚してありがとう。ドラガンさん結婚して間違えた、ファイトありがとう。ヤマさんかわいいありがとう。フクちゃんかわいいありがとう。全丹さんかわいいありがとう。高輪さん短冊ありがとう。フラペチーノさんハートありがとう。ありがとう。13位のタランボさんありがとう。12位の吉上義弘さん、いや違う、井上義弘さんありがとう。やばい、まだ寝ぼけてる。11位の幻さんありがとう。10位の吉音さんありがとう。9位のケイスティンさんありがとう。今日は楽しむぞ、桃だけ見てますファイト。桃だけ見てねありがとう。8位のマークンさんありがとう。7位のタンさんありがとう。今日は楽しみます、もちゃんファイトやで、うん頑張ってきます、ありがとう。6位のフミラットマークウフフさんありがとう。5位のゼータンさんありがとう。カムコ頑張るね、見つけてね、うんいっぱい撮ってね待ってるねありがとう。4位のドラガンさんありがとう。5周年会場で応援するよ、明日から可愛いもんお子好き。ありがとう待ってるね。サイの山さんありがとう。今日もいっぱい応援してるファイト、頑張ってくるよ。2位のトシさんありがとう。今日も楽しい、かわいいもんかさんたくさん撮る。もう90 あれ 90.1 どこ行った。待ってるね、いっぱい撮ってね。1位の福ちゃんありがとう。かわいいもんちゃん撮れるように頑張ります、いっぱい撮ってね、ありがとう。楽しみにしてます、今日皆さんに撮ってもらって写真もみんなと会えるのも全部ね楽しみにしてる。
ちのマー君さんありがとう。変わっちゃったかな、読めてない人いるかな、とは大丈夫かな、みんな読んだかな、うん、ありがとうございます。遠くから応援してます、うん、配信でぜひぜひ配信にも届きますので、ありがとう、バイバーイ、頑張ってくるね頑張ってくるね、バイ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 、頑張ってくるね、またね。